皆さんこんばんは。スマートシティ人生というと事務局の土屋と申します。本日も私どもスマートシティ人生というとのウェビナーご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、スマートシティ人生というとこのウェビナーのですねスタートアップシリーズになります。全体で言いますと291回目になるんですけども、スタートアップのシリーズとしては41回目ということになります。今日のテーマなんですけども、スマートシティにおける EV 利活用の可能性ということですね。これもう本当にスタートアップシリーズなんですけど、もうスマートシティど真ん中のテーマかなというふうに思っています。まあ、もうご承知の通りのような状況で、まあ、世の中ですね、地球環境問題の深刻化というのもありますけれども、温暖化の問題もですね含めてですね、やっぱり EV の活用、脱炭素であるとかカーボンニュートラルというのがですね、このスマートシティの課題としても非常に大きく、取り上げられている状況になっているかなと思っております。そういう意味では非常にタイムリーなテーマをですね今日お届けできるということで大変楽しみにしております。はい、それでは早速でございますが、今日のですねゲストとそれからいつものホストをご紹介させていただきたいと思います。まず本日のゲストでございますが、株式会社レクシブの社長の渡辺社長様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それから同じくですね、ホスト役ですね、このスタートアップシリーズホスト役の三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの杉原さんです。はい、よろしくお願いします。はい、といういつものメンバーでですね、まあ、今年初ですかねスタートアップシリーズはですね、確かにしますのでどうぞよろしくお願いいたします。で、いつものお願いでございます。視聴者の皆様ですね、まず最初渡辺社長のプレゼンを聞いていただくんですが、その後質疑応答をチャットで受け付けておりますので、ご視聴のプレゼンの最中でも結構です。ご自由にですねチャットに質問をあるいはご意見感想を寄せてください。まあ、その際にですね送信先のプルダウンのですねボタンのところなんですが、全員というのを選んでいただいて投稿してください。そうしますと視聴者の皆さん全員にですねどういう質問が出ているかというのを共有することができますのでよろしくお願いします。で、ご回答はもうまとめてですね後半の対談セッションの方で行いますので、ご視聴中はもうプレゼンを聞いていただいて、まあ、ただコメントは適宜入れていただいて結構ですと、まあ、そういうルールになっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは早速でございますが、渡辺社長の方から本日のプレゼンをお願いしたいと思っております。それではご準備のほどよろしくお願いいたします。はい、ちょっと資料共有しますので少々お待ちください。改めまして、こんばんは、レクシブの渡辺と申します。本日はですねスマートシティにおける EV 利活用の可能性ということで、お話をさせていただきたいというふうに思っております。短い時間ですけれども、よろしくお願いいたします。はい、まずはじめにですね脱炭素を目的に EV を導入される、方非常に多いんじゃないかなと思います。まだガソリン車に比べて電気自動車というのが価格面でもですね、まあ、イニシャルコストがそんなにまだ、まあ、安くないかなといった、反応点非常に多くてですね、我々も事業している中ではやはり目的としては CO2 を削減したいんだと、移動に関する部分の CO2 を削減したいということで、まあ、やはり脱炭素を目指している企業さんが、電気自動車をそういう目的で入れると、まあ、いうケース、まあ、これまでも導入されている自治体さんや企業さんいらっしゃると思いますけれども、やはり大きな目的目的としてやはり脱炭素、CO2 を出さない、というところかなというふうに思います。で、大きく、今日はですね、EV を導入するところからですね、EV を使っていくというところの、大きくちょっと2つに分けましてですね、お話ができればなと思ってますけれども、ちょっと皆様にこういうことってよくありませんかねというところで、ちょっもし EV を導入されている方がいらっしゃったら、ちょっと振り返ってみていただけると、ありがたいなと思いますけれども、結構せっかく EV を導入したけれど、みんなガソリン車を優先して使っているということってありませんかねと。で、EV はあまり使われてないで、実は稼働率が非常に低くて、まあ、車庫に眠っているようなところもあったりしませんかというところを少し、ちょっと皆さんの会社さん、まあ、自治体さんでですね、ちょっと想像したときに EV ってそんなに動いてないんじゃないかなっていうようなところがあったりしませんかねというところが、まずちょっと最初に問いをかけさせていただきたいところでございまして、まあ、EV はですね、導入しただけでは CO2 は、減りませんと。で、ガソリン車に優先して EV を使用していかないとですね、やはり CO2 は減っていかないということなので、
脱炭素をこう目的に入れられるんだけれども、やはりガソリン車を優先して使ってしまうと今まで通りに CO2 を出してしまうということで脱炭素にはつながっていかないというところがやっぱり課題なのではないかなというふうには思います。でこうしたあの方が意外と多いではないかなと。やはりガソリン車の方がまあこれまで使っていて、やっぱり便利だし、まあ、よく分かっても分かっているというところもありますし、じゃあなんでこう EV を利用してくれないのか、まあ、利用されないのかなといったところに、まあ、いろんな多分課題があるからなんだというふうに思いますけれども、まずちょっとあの EV の課題といったところにちょっとあのフォーカスしていければなと最初思います。で、まあ、電気自動車を入れるということでいうとあのガソリン車から電動化電動化車両電動車両というところで、まあ、内燃機関からまあバッテリー EV にまあ変わっていくというところですけど、まあ、4つ台がついているので、まあ、車だと、まあ、言ったところと、まあ、充電器をこう一緒に入れるケースというのは当然ながら多いかなと思いますので、まあ、大きくはこの2つのアイテムでガソリン車を入れるときと違うのはこう充電器を、まあ、一緒に入れていこうというケースがあるかなというふうに思います。で、まあ、現状の課題というふうに考えますと車両コストがちょっと高いよねというところとか、まあ、車種が少ないのであんまり選択肢がなくて、かつこういう用途で使いたいんだけどもそれに合った車がない。例えば物をちょっと運びたいんだけれど物が積めるような、ちょっと手頃な EV がないとか、あと8人乗りでちょっと移動したいんだけれどとか、まあ、お客さんをちょっと送迎したいので、まあ、そうしたあのところに、まあ、そういう、まあ、ニーズがあったときにですね、まあ、車種がやっぱりまあ少しやっぱ足りないだろうというのがまあ現状かなと思いますし、走行可能距離が短いんじゃないかというような、まあ、心配事もあるかなと、まあ、よくですね、まあ、聞かれるところかなと思いますし、充電に時間がかかるんじゃないかなという、まあ、不安とかですね、まあ、充電場所が少ないよねと、まあ、言ったところとか、充電設備をどうしたらよいかそもそもよくわからないというようなところもやっぱりあろうかと思います。こうしたあの課題に関してはですね、我々もあの事業をしている中でお客様からあのちょっとアンケート調査をさせていただいて出てきた、まあ、あの最も多い、トップ3というところでそれぞれ記載をさせていただいてますので実際のあのお声だと思っていただければというふうに思います。じゃこれらの課題に関して今どういうふうにちょっとなっているのかというのを少し見ていこうかなと思います。で先ほどの車に関する課題、充電器に対する課題で、最近のちょっと動きですけれども、まあ、車両コストが高いというところで言いますと、まあ、今年2022年の春頃にですね、三菱自動車さんや日産自動車さんから軽自動車の EV が発売されるということで、まあ、軽というのは日本の独特の、まあ、車種というか、車格でもありますけれども、非常にあの日本ではあの数が多い。車格の車になっているかなと思いますし、まあ、価格もあの手頃になってくるんじゃないかなというところとか、あと箱番タイプ、あの物の、まあ、荷物が、後ろに詰めたりするハッチバックタイプのやつもですね、これもまたあの三菱自動車さんが出されていたあのミニキャブミューというのが昔から、まあ、ありますけれども、これが多分新しく復活するんじゃないかという話もちょっと出てきていたりとか、まあ、そういう意味で価格もですね、まあ、小型の、まあ、軽タイプの電気自動車というのが新しく出てきますので、価格もまあお手頃になるんじゃないかなと。補助金も、結構手厚くなってきてますので、まあ、このあたりがですね、まあ、あの手があの結構出しやすくなってくるところかなというふうに思います。で、まあ、走行距離もですね、まあ、実際200キロ以上走る EV も、多くなってきていますし、毎年の走行、毎日のこう走行、データなんかを分析すると意外とそんなに使っていないということもありまして、まあ、あの距離が、こう短いんじゃないかというところに対してはですね、やはり利用用途に合わせて EV を選んでいくということがあのできますので、こうなってくるとですね、まあ、なのであの意外とですね最初 のイメージで、距離が出ないんじゃないかというところに対してはですねやっぱり用途別に少し、EV をこう選んでいくというところは必要になってくるかなと思います。どうしてもあの毎日、まあ、200-300 キロ走るようなところだとどうしてもまだまだガソリン車の方が、まあ、便利になってくるかなと思いますけれども、まあ、一般の営業、
営業の活動ですとか、そういったところで言うと、大体100キロ以上走るってこと、意外と少なかったりしますので、まあ、こういったところをよく見ながらですね、電気自動車を選んでいく必要があるのかなと思います。一方で、まあ、充電にかかる、充電の課題に関してですけれども、今、まあ、充電に時間かかるですとか、充電場所が少ないとか、そういったところに対してですね、皆さんこう思われる充電のイメージというのが、ですね、ガソリンスタンドに対する、充電スタンドのようなイメージで多分これ言われているんじゃないかなというふうに思いますけれども、結構基礎充電というのが結構大切になってきますので、充電インフラもですね、いろいろこう、分けて、しっかり考えていく必要が、まあ、あろうかなというふうに思います。で、心配なのはですね、まあ、途中で、まあ、電結しないか、途中でこう充電がなくなってきたら充電をしなければならないんじゃないかというところの不安、というところが、まあ、電気自動車を、利用をちょっと控えてしまう、心理的障壁なんではないかなというふうにも考えています。まあ、ただこれがしっかり払拭できればですね、まあ、不安なく利用できる、まあ、すなわち EV の稼働率が上がってくるのかもしれない。まあ、こういうところの課題解決というのも必要になってくるかなと思いますし、まあ、自分が EV をこう利用するときに、まあ、充電の残量、走行可能距離がですね、あらかじめこう分かれば、あ、これだけ走るんだなっていうのが分かればですね、これまた安心して電気自動車がこう活用でき、まあ、利用できると、まあ、いうことなのかなというふうに思いますので、まあ、こうしたところがですね、まあ、一つポイントになってくるかなと思います。で、充電インフラの考え方なんですけれども、EV 充電の基本的な考え方はですね、車というふうに考えるより、こうスマートフォン、に近いかなというふうに私はちょっと思っています。で、私自身も2年ほど電気自動車に乗って自分で体験をしていますけれども、基本的に毎日充電するイメージはちょっとありますね。そういう意味で基礎充電と経路充電というのはしっかりこう分けて考えていく必要があるかなというふうに思っています。で、皆さんスマートフォンをお持ちだと思う方多いと思うんですけども、毎日多分外で充電しないですよね。家に帰って充電器に充電して、まあ、朝になったら満充電してまた持っていって、で、まあ、利用頻度が高くて、途中で、返し先で切れちゃうなって言った時は、まあ、どっかで充電して、まあ、そういうのとまあ近い感じですね。例えば家とか職場で、まあ、充電がされていて、朝来たら満充電になっていて、で、営業とか、まあ、少し出かけるというところで電気が消費されていて、まあ、家に帰ってきて、また充電して、まあ、スマートフォンに近い感じですね。で、途中で充電が切れるというと、まあ、例えば遠方に旅行に出かけましたというようなところでは、まあ、途中でやっぱり充電しなきゃ、ちょっと目的地に届かないよっていうのが、まあ、経路充電という考え方なので、実は利用頻度としては、基礎充電の方が圧倒的に多いかなというふうに思いますし、まあ、急速充電はですね、まあ、私はちょっとマンション住まいなので、あまりこう急速充電とかが普通充電器もつけられないので、どうしても急速充電を頼ってしまうところがあるんですけれども、結構バッテリーの減りもですね、まあ、下手にも、急速充電の方がやっぱダメージが大きいというところもあるので、基礎充電をうまく活用しながら、どうしても必要な時に経路充電を使っていく、こういうような考え方になるんではないかなというふうに思っています。ではですね、ちょっとお話が少し経路が変わりまして、脱炭素化というキーワードが、ございますけれども、こう EV の普及のあるべき姿というところを少し、我々の会社の、まあ、ビジョンというかミッションというところでもあるんですけれども、当社の株式会社レクシブという名前で、RE×EV ということで、リニューアブルエナジー ×EV の、まあ、略になっております。まあ、そういう意味でですね、再生可能エネルギーの、まあ、導入促進というところもですね、結構重要だというふうに考えております。で、今、国内でモビリティ 1.0 と書いてあるのは、ちょっと私勝手につけた名前なんですけれども、今、まあ、まあ、多くはですね、まあ、ガソリン、まあ、石油、油を輸入してガソリンを、まあ、充填してガソリン車を使ってます。まあ、ここで CO2 が出てますというところから、まあ、電気自動車にこう変わるとですね、まあ、電気自動車自体はこう CO2 を出さないわけですけれども、まあ、石炭火力ですとか、まあ、日本の電源構成、今原子力発電所がまあ、ほぼ止まっている状況ですので、電源比率として火力発電所が7割から8割と、まあ、いう状況かなと思います。まあ、そうすると、まあ、海外から、まあ、化石燃料を輸入して、それを充電して走るというところが、まあ、大半になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、こちらで CO2 がこう増えていくのかなと
というふうにまあ考えると、まあ、おそらく、今の電源構成のまあままですね、国内で EV だけが増えていく形になると、CO2 は増えちゃうんじゃないかなというようなまあちょっとジレンマがありまして、まあ目指すべきところという意味では、モビリティ 3.0 のまあ世界かなというふうに考えています。でこちらではまあ再生可能エネルギーが、まあ増えていて、再生可能エネルギーで充電する、というのが、まあ、結構きれいなあの姿なんではないかなと。まあ、全てがこうなるということではまあないかもしれませんけれども、まあ、できる限り電源、構成を再生可能エネルギーの比率を高めていく必要があるのではないかなと、まあ、いうところです。で今度は再生可能エネルギーはですね、まあ、バイオマスのように安定的に発電するものもありますけれども、日本の、今のエネルギー基本計画第6次でいうと、風力発電、太陽光発電がまあ伸びていく、まあ、構造になっているかなと思いますね。これ変動する、まあ、天候に左右されて変動してしまう再生可能エネルギーが増えるという形になりますと、これをうまく調整する必要が今出てきますので、まあ、我々のビジネスコンセプトでもありますけれども、まあ、止まっているときに、まあ車が止まっているときにはバッテリーの価値があるんじゃないかなと、まあ、いうことで、これを調整力に使っていく。で調整力が、まあ、うまく提供できれば再生可能エネルギーも増やしていくことができるんじゃないかなと、こういう、まあ、うまいループが回ればなというふうに考えています。はい、まあ、そういう意味で、我々のちょっとコンセプトとしては動く蓄電池としての、まあ、電気自動車というふうに、まあ、捉えております。でまあ、普段はモビリティとして車を利用する。で皆さんはこの移動する価値に対してお金を払っているという形になるかなと思いますので、まあ、止まっているときにはですね、ガソリン車はまあ基本的に仕事はしないんですけれども、まあ、バッテリーの価値をうまく活用できるんではないかなということで、止まっている価値、移動する価値、これをうまくこう、まあ、使い切る、価値を使い切るという発想です。で再エネを増やそうというのは、もうメインストリームになってきているのかなというふうに思いますので、まあ、いかに増やしていくかというところですけれども、まあ、自然変動する再生可能エネルギーが増えると、まあ、この自然変動する、まあ、再エネを安定的に利用するためにはどうすればいいか。でかつ、その調整するコストが、高いとですね、まあ、電気代を上げなきゃいけないということになってしまいますので、再エネが増えるイコール電気代が上がっていく、こういう可能性というのはまだ十分あると思っています。まあ、従いまして、こう、安価な調整力が必要不可欠かなと思いますので、まあ、これを車として投資を皆さんしているので、ね、この止まっている時のバッテリーにお金を払っている方はあまりいないかなと、まあ、そういう意味でこの止まっている時の価値をうまく使うことによって安価な調整力を拠出するとまあいうことを考えています。そうするとこの動く蓄電池ということで再生可能エネルギーの調整にもうまく使っていけるのではないかろうかなということで、まあ、これから実現できれば再生可能エネルギーも増やしていけ、再生可能エネルギーが増えれば再生可能エネルギーで充電もできていくのかなと、まあ、こういうようないい関係、いい、まあ、ループがですね回っていけばいいかなというふうに考えています。なので EV を蓄電池、 EV 蓄電池を社会インフラとして活用するということができれば非常にいいなというふうに考えています。これがちょっと我々が考えているコンセプトになります。では実際何をやっているかというところで少し事例のご紹介になりますけれども、今ですね、小田原市、神奈川県小田原市の方で、まあ、あれ、EMO というのはですね、EV 特化型カーシェアリングサービスの、名前でございまして、まあ、小田原市を中心として、まあ、持続可能な交通システムを作ることを目的に、まあ、EV 特化型カーシェアリング事業というのをちょっと進めています。こちらはですね、環境省の、地域循環共生圏構築事業の、まあ、地域脱炭素構造を作るという、テーマの、補助金の事業でございます。CO2 の削減はもとより、まあ、再生可能エネルギーの導入拡大ですとか、災害時のレジリエンス、まあ、こうしたことを、まあ、目的に、事業展開をしております。で、地元にはですね、再生可能エネルギーの発電会社、宝徳エネルギーという、太陽光の発電会社もございます。でその電気を供給する、地元に湘南電力という電力の小売会社がございます。そちらの電気を、供給を、受けるということで、まあ、我々が、まあ、それの消費者として、電気自動車でその、まあ、できれば、地域のエネルギーを、再生可能エネルギーを充電して走るということで、まあ、エネルギーの地産地消をしながら、まあ、その再生可能エネルギーを充電して走る車というのはこういうコンセプトでですね、サービスを展開をしております。すべてがこのようにきれいな絵でいくわけではないんですけれども、できるところはこのような形で展開をしていこうということを事業構築をしているところでございます。で、まあ、実際はですね、小田原駅周辺に、日産リーフの47台をですね、当社で保有をしまして、それを貸し出しているという状況でございます。
で、まあ、箱根エリアですとか、あと、にも、小田原エリアから、まあ、箱根のエリアですね、にも少しステーションがございます。実際の、まあ、あの絵ですけれども、こちらはあの小田原市役所の駐車場に、カーシェアリングという形で、まあ、我々が車を持ちですね、市役所に利用していただいております。で市役所はですね、平日、まあ、利用のみになりますので、平日はですね、行政専用車両ということにしてまして、土日祝日は行政の活動にあの車を利用しないということで、一般に貸し出すということで、これはシステム上あのそのようなことを実現するような仕組みで提供しています。はい、まあ、これは自動的に切り替わる形ですね。こちらの下はですね、まあ、同じようにこれは法人の営業車両を、まあ、カーシェアリングの携帯で入れております。で法人も同じように活動が、平日、昼間ということがメインになりますので、土日祝日はですね一般に貸し出して、まあ、こういうようなシェアリングをやっております。で右上はですね、集合住宅、駅前の集合住宅ですけれども、こちらにカーシェアリングの携帯で入れております。これはですね、誰でも24時間365日借りられる携帯にしております。でこちらにあの白い箱がちょっと見えるかなと思います。これは V2H の機器でございまして、まあ、通常充電するためのものですけれども、まあ、小田原市が大規模な災害で停電が起こったときに、この電気自動車のバッテリーから電気をですね、こう伝って、こちらの共用部に電気を共有、給油できるようになっておりますので、まあ、BCP を備えたあの集合住宅ということで、まあ、不動産の価値をこう少し上げているような取り組みを一緒に不動産のオーナーさんとやっております。こちらはまああの観光モデルですね。あの鈴廣かまぼこ、まあ、かまぼこ有名な場所ですので、こちらに観光ユースで入れてますけれども、まあ、残念なことにちょっと今コロナの影響もありまして、観光ユースちょっと、まあ、あまり利用がないかなという状況でございます。まあ、こうしたあの一部でご紹介ですけれども、まあ、いろいろな携帯のカーシェアリングを導入しております。では、小田原市でですね、まあ、事業の展開というところを少し遡りまして、まず2014年にですね、地産電源を作るということで、報徳エネルギーで、まあ、報徳というのは報徳の精神、二宮金次郎さん生誕の、まあ、生誕の地でもありますので、それの報徳の精神というのを、まあ、引き継ぎ、まあ、報徳エネルギーという名前をつけて、再生可太陽光の、まあ、メガソーラーのなどをこう運営している発電会社を2014年に作りました。これ電気を作るというステップ1ですね。で続いて電力小売り事業で電気を届けるという役割の湘南電力ができ、蓄電池の低地用電池のまあ、エネルギーマネジメントというところに、まあ、トライをしまして、まあ、小中学校ですね、私立小中学校に太陽光発電と、まあ、低地用蓄電池を置いて、まあ、遠隔であの蓄電池を制御する、ようなことを、やっております。で2019年に先ほどご紹介した、まあ、電気自動車を使った、まあ、エネルギーマネジメント、まあ、表向きはカーシェアリングの事業ですけれども、バッテリーを動く蓄電池として制御していくということで制御対象を拡大し、2020年からはですね、地域マイクログリッド構築事業ということで、まあ、配電も活用したエネルギーマネジメントということで、少しずつこうやることの幅を広げて、ステップアップしているというところでございます。でもう一方で、ですね、やはり地域のレジリエンス防災というところ、非常に最近温暖化の影響もあるのかもしれませんけれども、災害規模も大きくなってきていて、毎年のように夏であれば台風がやってくるとか、まあ、そういうこともありますので、まあ、いかにこう地域の防災力を上げていこうというのは、まあ、大きな自治体のテーマでもございまして、我々今47台の電気自動車を持っておりますので、災害が発生したときに、今小田原市とは連携協定を、防災の連携協定を結び、まあ、そちらで何かありましたら避難所に我々の電気自動車を提供し、まあ災害の避難所における電源の確保、そうしたことをやらせていただいていますので、まあ、地域に電気自動車が増えるということは、まあ、すなわち防災力が増していくということにもつながっていくのかなというふうには考えております。で、自治体の取り組みとしましてはですね、少し変わった取り組みで、これは鈴代昌司さん等でやらせていただいている、東京都の東久留米市でございまして、BCP 対策としてですね、再生可能エネルギーを導入していくというちょっと変わった取り組みです。まあ、基本的に BCP としてはディーゼル発電がメインになってきているなというふうには思いますけれども、まあ、太陽光発電、蓄電池、UV を組み合わせることで災害に対応できる電源の確保を目指すということで、まあ、約7、まあ、3日間の電気を再生可能エネルギーで賄うという、まあ、事業
を、やっております。で、これは今ちょうど構築、中でございます。まあ、電気自動車、あと V2B ということで、まあ、動力を動かせる、まあ、電気自動車から放電をし、まあ、町内の動力、ね、三相三線式動力を動かすということ。で、V2H であれば、まあ、電灯付加灯になりますけれども、まあ、そこに定置用の電池を置いて太陽光があるという、まあまあ、こういうことを、まあ、平時は普通に使うんですけれども、災害時にはこれらがですね、建物の方の、一部電気を供給していって、まあ、レジリエンスというかですね、まあ、非常用電源の再生可能エネルギーで確保するという、まあ、そういう事業になっております。はい、で続いてはですね、石川県の加賀市の事例になっております。まあ、当社とですね、加賀市さんで、今連携協定を結ばせていただいて、もともと加賀市版 RE100 ということで、まあ、自治体 RE100 とあんまり言わないんですけれども、まあ、再生可能エネルギーを、地域に導入していこうということで、で、あとは公用車の、電動化を進めていこうという、まあ、そういう、連携協定を結んでおります。で、これは市役所の、一番目立つ、一番、入り口のエントランスになって、ここに EV が5台バーっと並んでおります。はい、で、まあ、仕組みとし、座組としましては、加賀市はですね、この公用車を、加賀市が購入したのではなくて、あくまで車を所有しているのは、加賀新電力という地元の、新電力会社になっております。で、彼らが、まあ、加賀市に対して EV サービスを提供するので、加賀市は利用者という立場になりますので、まあ、そういうような仕組みになっております。で、一切の車の、メンテナンス、車検等は全部加賀市。役所の方で対応するという形になります。で、加賀市新電力の方は電力の供給事業をやってますので、視聴者に対して電気を供給したり、あと太陽光発電を屋根の上に設置したりという事業に加えて、 EV のカーシェアリング事業ということで、まあ、モビリティサービスも一緒に提供するという、まあ、ある意味のセクターカップリングでですね、まあ、地域のサービスを提供するということを推進しています。で、土日祝日は、小田原市と同じように、公用車利用はありませんので、まあ、市民、あとは観光ですね、加賀市、加賀温泉が、結構有名なので、観光ユースということで、まあ、今だいぶ減っていますけれども、通常であれば200万人ぐらい年間来るようなところでもございますので、まあ、観光利用を、にも、この電気自動車を使っていただくというのは、まあ、コンセプトもございます。で、我々はどちらかというと、このシステム側をですね、この加賀新電力、に提供させていただいて、アプリ開発とかシステム提供とか、まあ、カーシェアの、事業サポートですね、小田原市で、まあ、培っているノウハウなんかを、まあ、合わせて、システム以外のところも含めてこう提供させていただいて、おります。こういうような組み方をして、できる限り、電気自動車を活用していただけるようにですね、しているというところです。こちらが、まあ、今までの、自治体の導入事例になりますけれども、じゃあこうしたものをちょっと実現する、我々の EV トータルソリューションということで、e モビリティマネジメントプラットフォームというものを作っておりますので、ちょっと簡単にご紹介をしたいと思います。どんなことをしているかというところなんですけれども、まあ、車に関しては車両の、まあ、まあ DX っていうのはどんどん進んでいきますね。車の管理もデジタルトランスフォーメーションがどんどん進んでいきます。というところで、まあ、煩雑な車両管理を DX、デジタルで管理をして、まあ、我々としてはアプリの提供で管理システムの、合わせて提供することで、まあ、管理コストにかかる、コスト削減を、まあ、実現するということですね。で、車の予約等も全部アプリから行うような形にして、物理鍵自体をこうなくしていく、アプリから車の鍵の開け閉めもできるように今なってますので、まあ、物理的な鍵の管理とかもこうなくなっていくような、まあ、イメージになってます。で、あとは、まあ、オプションとしては、カーシェアリング使いたい方は、こういったものも使えるように、まあ、なってますので、まあ、車用車、公用車を、土日は使わないので貸し出していこうとか、まあ、そういうような形で、車の稼働率、資産効率を上げていこうという、まあ、形。で、それを、まあ、事業としてやる場合は、まあ、収益事業としても、取り込んでいけるかなと思います。で、エネルギーマネジメントの方ですね。こちらはまあ我々のところで言いますと、スマートチャージというのがまあ我々のちょっと独自的な部分になりますけれども、これはですね、必ず必要走行分ですね。まあ、車を EV を利用する人にとって、自分がどれだけ走って必要な分ちゃんと充電されているのかっていうのは、結構気にされる情報になりますので、まあ、利用予約をしていただくと、まあ、その分しっかり充電をしておこうというような、エネルギー、充電のエネルギーマネジメントが裏で走っています。まあ、こういうものであったりとか、まあ、あとは充電の差し忘れ防止とかですね、まあ、そういうのもあります。で、ピークカット、ピーク制御ですね。電気代を、まあ、上げない。
電気自動車が、たくさん増えていくと、どうしてもキロワット、契約電力のところが上がっていく、ということが、考えられますので、ある一定の電気代の上昇で抑えておきたいとかですね、そういうような部分をエネルギーマネジメントを、することによって、電気代の上昇を防ぐ、コスト抑制をしていく、こういうものも、必要になってくるかなと思いますし、太陽光発電が、例えば自家消費でモデルで入っている屋根の上にこう太陽が乗っているような、ことも結構進んできているかなと思いますので、再エネと EV を組み合わせて有効活用、余剰電力などをですね、優先的に充電していくような仕組みになっていますので、できる限り余った再生可能エネルギーをバッテリーに充電して、それを利用して走ることができるようにしたいと、そういうような仕組みになっています。あとは VPP の活用ということで、これバーチャルパワープラントの略になっております。停車中に EV をうまく活用して、収益事業にすることもできるかな。これはちょっと少し将来的な部分ではありますけれども、当社としては今こう実証試験をいろいろと繰り返しているところになっております。あとはですね、少し今ご紹介したようなところを噛み砕いているところになりますけれども、アナログ管理から DX 化というところで、ホワイトボードで管理しているところはあまりないかもしれませんけど、ウェブで予約したりというところはあるかな。で、鍵の受け渡しというのを借りに行ったりして、鍵を借りて、入って、帰る前に、ガソリンがなくなればガソリンスタンドで入れて回収して、日報をつけてみたいな、そういうようなことが、よくある、こういうケースかなと。それが電気自動車になって、弊社で DX 管理になるとですね、アプリ、PC で予約をし、予約が済んだら、時間になったら車のところに直接行って、スマートフォンが、鍵になるので鍵を開け、中に一応物理機を入れておりますと。で、終わったら給油いらずで返却も、そのまま返してもらうだけという感じになりますし、管理も全部一元クラウドで管理されるので、かなりこの、なんでしょう。ステップが短くなってくるので、時間短縮、時間の、時間コストを、短縮、削減できたりとか、管理コストを削減できたりとか、こういうようなメリットがあるかなというふうに思います。実際に利用していただく場合は、このような、これは小田原の、カーシェアの、画面になりますけれども、法人の方や、自治体の方も同じような、アプリケーションで使っていただくことができます。で、車をこう予約していただいて、走行可能距離とかこう見えると。で、再生可能エネルギーの利用率みたいなのも目安になりますけれども、こういうのも見えます。で、どういう電源がこう一部充電されてますかということで、ここを押すと、ここは太陽光発電が屋根の上についているところなので、ステーションなので、そういった電気も、混ざってますよというような感じになります。で、予約されるとリザーブされてますという感じ。で、バーチャルキーは、利用開始というのを押すと鍵がちゃんと開きます。で、これが予約、どういうふうに予約されているかとかですね、あと充電管理、いつこう充電されているかとか、そういうのも一応見えるようになっています。走行可能距離がですね、こう分かるようになってますので、3日前に、3日後に車を借りたいということで予約をして、そうすると3日後にこういう状態で受け渡しますよということで、充電管理を我々の方で行うという形になります。そうすると、最大252キロ走るんですけども、あなたの走行距離225キロという、予測値を返しますので、途中で充電する必要が、ないですよというような、ことを返してあげて、安心して利用いただくという、そういう仕組みになっています。で、長いこと、予約を入ると、これが252キロ以上、乗るので、途中で充電してくださいというのをあらかじめ、出すようにしていますね。これを見て、車を借りる借りないの判断をしていただくような、インターフェース仕様になっております。あとエネルギーマネジメント、先ほど申し上げたのがスマートチャージというのがですね、車の予約が入ると車の消費電力量を予測しまして、この人が必要になる電力量をあらかじめ充電するという充電マネジメントを一緒に合わせてやっていくということで、そうすることによって車を利用する人にとって、十分な電力量が充電されている状態で借りで、利用できるので、安心して利用できるというような仕組みになっています。あとは自由に充電されると電力が上がってしまうなという課題に対しては、こういった充電をやったときにこうピークがバーンと上がってしまうところを、ここの辺の充電を止めてしまって夜間にこう回していくとかっていう、こういうようなピークシフトのところも自動制御として入っておりますので、
まあ、極端に電力料金を上げることなく、まあ、電気自動車の、まあ、充電ができる。まあ、あまりにでもこの契約電力を下げすぎてしまうと、この昼間に全く充電ができないとかっていう、まあ、こともありますので、やはり車の利用、状況等を鑑みながら、適切な契約電力を、設定していくということが、まあ、重要になってくるかなと思います。で、続いてカーシェアリングの、利用に関しても、いろんなあのカーシェアリングのタイプが、まあ、実現可能ですという、まあ、ご紹介になります。まあ、よく あるのが、まあ、オープンで誰でも使えますというオープンシェアリングの形が、まあ、一般的に、まあ、東京だとタイムズさんとか、かなりやられていると思いますけども、まあ、よくあるパターンがこのパターンですけども、まあ、我々どちらかというと、こういう、まあ、自治体さん向けとか法人さん向けにシェアリングのご提案をするようなケースだったりしますので、平日が法人で土日は使わないので一般開放とか、あとは法人間で使うとかですね、まあ、あるビルに入っている法人 A、法人 B、あるいは A の子会社との一緒に車を使っていくとか、まあ、そういうことで、まあ、車の台数自体はちょっと減らしていくんですけど、まあ、利用には支障がない形でやっていく。そうすると、まあ、コスト削減につながっていくようなやり方、まあ、あるいはですね、行政の方と近隣の法人とシェアするような、まあ、こういうちょっと変わったパターンもですね、続々出てくるかなというふうに思います。で、クローズシェアというのは、まあ、法人 A がありましたら、法人 A の、まあ、従業員の、使用とかで使っていただく、あるいは、まあ、まあ、そういった福利厚生的な利用方法とかですね、まあ、そういうやり方もまあ、あるかなと思います。いろんなパターンというのが一応実現できるようなシステム構成になっています。じゃあ実際どんな感じで入れていくかという感じなんですけども、EV の導入、まあ、運用で応用という、まあ、感じにちょっと分けさせていただいて、まず車の適性診断っていうのを結構やらせていただきます。コロナ禍の中でですね、結構車の稼働率自体が結構落ちておりますので、車の保有台数が適当なのか、適切なのかっていうのを一旦診断するようなことをしてます。例えば8台持っている方がどういう利用状況なのかを大体3ヶ月ぐらいのデータを分析するとですね、まあ2台いらないよねっていうことで2台を捨ててしまって、まあうち4台を EV 化するみたいな、まあそういうことで2台減るので、このコスト分が減るので、まあそれでちょっと高いかもしれませんけれども EV を入れていくみたいな、まあそういうようなやり方をするので、まあある予算内に収めていこうということで、数自体が減っているので、まあトータルコストが下がる、というような。ところからまず見ていこうというのが、第一ステップになっています。でそこから車両充電器、まあ、管理システム等ですね、トータルに、まあ、見させていただいて、コンサルというほどでもないんですけれども、お客様とお話をさせていただいて、このようなまあ、どういうものを導入していくのがいいかというようなことを一緒に考えていく。実際の運用、じゃあ入れましたと言った後、まあやはり冒頭のお話申し上げた通りで、車使っていかないと CO2 減りませんので、まあEV のシェアリングで公用車の効率化をしていくとかですね、まあガソリン車の台数自体を、そもそも減らしていくとか、あとはエネルギーマネジメントで電気代のコスト管理をしていくとかっていう、まあ実際使っていくとこういう部分の課題が出てきますので、まあこういう部分をクリアしていったり、あとはまあ BCP 対応用、まあ、変としては BCP 対応とか、まあ、再生可能エネルギー、まあソーラーカーポットと組み合わせていくとかですね、まあ、直接再生可能エネルギーを充電していく、まあ、これがまあ一番いいパターンにはな、環境 CO2 削減という意味では一番いいパターンになってきますので、まあ、こういうような再生可能エネルギーとセットでまあ導入していくということもまあ考えられるかなと思います。で、少しちょっと飛んでしまいますけれども、カーシェアリングを実際に入れる場合っていうのは、まあ、地元にこうカーシェアリング事業者というのが、まあ、必要にはなってきますので、まあ、地元の、こうした、まあ、自動車有償受け渡しの許可というので、まあ、レンタカー業というふうに、まあ、思っていただければなと思いますけど、まあ、カーシェアの事業者さんが、いないと、ちょっと、加賀市のような仕組みというのはちょっとできないんですけども、ここが、加賀市の場合は、新電力が、一緒にカーシェア事業者も兼ねていたというケースです。で、地元の、まあ、方々と連携をしながら、まあ、自治体や法人の皆さんに、電気自動車を入れ、それを、まあ、いろんな先ほどご説明をさせていただいた、シェアリングの形態、を持ってですね、まあ、少し車の、利用を効率を上げていこうとか、まあ、そういうような、取り組みもできるようになってきます。はい。まあ、こういう、まあ、パターンも出てきているかなと思いますので、まあ、令和4年度、これ補正予算になったかなと思いますけれども、EV カーシェアですね、脱炭素型カーシェア防災拠点促進事業というのを環境省さんの
まあ、補助事業がありますので、まあ、先ほどご説明させていただいたように、まあ電気自動車をシェアリングして使っていく場合で、まあ、かつこう太陽光等の再生可能エネルギーをやはり導入一緒にしてくださいねというような条件のもとに、まあ、電気自動車であれば最大100万円ぐらいの補助金が出るのかなというふうには思いますけれども、まあ、かなり補助額が上がってくるんじゃなかろうかなと思います。ちょっとまだ暫定額で決定では、まあ、ないので、まあ、2月以降で正式な数字とか見えてくるのかなと思いますけれども、これちょっと条件面も変わる可能性はありますけれども、まあ、概算要求等の、まあ、資料からですね、貸していただいてます。はい、ちょっとご紹介もありますので、先ほどのようなカーシェアリングで EV を、まあ、利用していく場合に補助金がうまく活用できるんではないでしょうかというご紹介です。最後になりますけれども、まあ、ちょっとまとめのページとして、スマートシティというところもありますけれども、まあ、スマートな脱炭素な地域を作っていこうということで、考えていただければと思いますけど、まあ、再生可能エネルギー、というのを、まずやっぱりうまく活用していきましょう、増やしていきましょうというところは、まあ、やっぱり絶対条件になるのかなというふうに思っています。で、まずそういったものを作って、まあ、ソーラーカーポートなんかも、最近いろいろと出てきているかなと思いますし、まあ、そうすることで地域の、まあ、活性化につながったり、CO2 の削減であったりとか、まあ、災害対応というのも使っていけるし、それの、まあ、エネルギーをうまく、地元で使って、まあ、ゼロカーボンの、モビリティを作っていくようなところから、まあ、かつ、所有からシェアということで、そもそもの台数の適正化ということで、コスト削減なんかにも、まあ、寄与しながら、まあこういった脱炭素を進めていく。まあそういうところから、まあ一つ、我々も小田原でやってるのはこういった働き方改革みたいなのをちょっとご紹介はしなかったんですけども、キャンプ場でワーケーションやって、それに電気自動車で来ていただいて、まあキャンプ場の電気は電気自動車から取るっていう、まあそういうようなことをやっていたりとかですね、まあします。まあ、こういうエコツーリズムの提案なんかも、小田原ではやっておりますけども、こういうような地の利がある場合ですと観光と、エコっていうのをまあ組み合わせていったり、あとは地域の、ちょっと繰り返しになっちゃいますけども、防災といったところで、地域の防災力をまあ上げることによって、まあ、住みよい街づくりというと、安心な街づくりと、まあ、いったところにもつながっていくんではないかなというふうに思います。で、真ん中はまあ車の利用形態ですね、シェアリングをするという、まあ、こと。まあ、これはシェアリングがマストではないんですけれども、まあ、余っているならみんなで活用しようという、まあ、シェアリングエコノミーの推進というところも含めてですね、やっているところでございます。すいません、なんかちょっと長くなってしまいましたけれども、以上でございます。ありがとうございました。渡辺社長、本当にありがとうございました。大変素晴らしいプレゼンで、も本当になんかこれ一つ、あれですね、スマートシティ取り組まれる地域においては、もう必須アイテムという感じもしなくもない、素晴らしいエコシステムというかですね、プレゼンだったと思います。本当にありがとうございました。じゃあ、ここからちょっとしばらく杉原さんとのやり取りということです。今もうたくさん視聴者の皆さんからですね、コメント質問等を入れていただいてますが、後で取り上げますので、ぜひ今からでも大丈夫ですので、また入れていただければというふうに思います。では杉原さん、ちょっとしばらく。はい、ありがとうございます。結構たくさんご質問いただいているので、はい、私の質問はそこそこにしたいなと思うんですが、素晴らしいお取り組みだなと思ったんですけど、で最初の着眼点のところ、渡辺社長のこれまでのそのバックグラウンドなどもかなり関係してらっしゃると思うんですけど、まずこの事業結構大掛かりな事業だと思ってまして、これをやろうと、ここにその商機があると思われたのか、その環境問題をやっていく上でここやらねばならぬと思って使命と感じられたのか分かりませんが、その着眼された経緯みたいなところをぜひお聞かせいただきたいなと思いました。あ、はい、ありがとうございます。まあ、私、この会社を創業する前に、まあ、エネルギーマネジメント系の会社におりまして、低地用電池を使った、まあ、先ほど小田原市で、3つ目ぐらいで小中学校に低地用電池を置いて太陽光と連携させて、まあ、そういうような事業をしていたんですけども、低地用電池をエネルギーマネジメントのためだけに投資をすると、どうしても、なんでしょう、ビジネス的にペイしないなっていうところがあって、これはなかなか投資が難しいなというふうに思って、で、考えていたときに、まあ、電気自動車というのが、まあ、まあ、10年ぐらい前からのリーフというのも出て、おりますけれども、まだそんなに今ほどの火はついてなかったというところはありまして、ただこの車にバッテリー積んでるんだったら、なんか車って止まってる時間って、なんか
8割ぐらい止まってるよみたいな話もあってですね。で、まあ一般の家庭でいうと車土日ちょっと使うか使わないぐらいだとほとんど稼働率 5% みたいな形で 95% 止まってますっていうところも結構多かったり、まあ地方に行くと車社会であれば結構稼働率高いんですけども、まあそういう意味で車の稼働率って実はそんなに高くなくてですね。平均しても多分そんなに高くないと思います。商業用とかで使ってる以外はですね。まあそうすると、その止まってる時間帯にバッテリーとして使えるじゃないかと、まあ、いうようなちょっと着眼があって、車が動くのかどうか、止まっているのかどうかをうまくマネジメントすることができれば、バッテリーとしての活用っていうのができるだろうというところに思って、まあそうなった時に車としての投資も行われているわけなので、はい、バッテリーを使う、まあ、分ってほぼただみたいなもので使えるんじゃないかなというふうにちょっと考えたところで、このバッテリーをうまく使う。で、かつ電気自動車が、まあ、今のような形に、まあ、ようやくなってきてはいますけれども、だいぶおそらくこれから電気自動車バッテリー EV 自体も世の中に増えていくことだと思いますので、まあ、だいたい今日本に7000万台ぐらいフリート数があるというふうにまあ言われていて、そのうちどれだけこうバッテリー EV に変わっていくか、まあ、バッテリーがどれだけ普及するかにそのままなりますので、それをなんか使わない手はないかなと。で、1000万台、例えば、バッテリー EV になったとしても、まあ、10% 強ですかね、なったとしても、かなりのバッテリーが世の中にこう出回ることになるので、これをなんかバッテリーとしてうまく使えたら、まあ、いいことがあるんじゃないかな。再生可能量を増やそうとした時の、まあ、壁ですよね。今、接続が例えば系統連携できないよとか、まあ、そういう問題もありますし、まあ、給料の問題も当然ありますけれども、変動した再生可能量どうするのか、太陽光発電が九州のエリアだと出過ぎちゃってて、それと出力抑制しなきゃいけないだとか、まあ、それがバッテリーがこう世の中にものすごいたくさんあれば、それで充電してればいいかなとかっていう需給管理の方の需給のバランスも取っていけるかなというのもあるので、そういうのを使える状態で EV が増えていった方がいいんじゃないかなっていう、まあ、思っているというところですね。なるほど、面白いですね。だから渡辺社長にとっては EV はバッテリーに見えていたっていうことなのかもしれないですけど、まあ、もったいないなと思って使えると。あとはあれですね、バッテリーのニーズがすごくあるっていうことをよくご存知だったってことなんですかね。再生可能エネルギーを増やすっていうこと自体は多分増やさないといけないんだ、いく世の中になるんだろうなというふうに思って、まあそれいうことを考えてたわけですよね。で、太陽光発電がまあ、フィット制度で増えていき、うん、まあ世の中の、まあ今でこそゼロカーボンっていう話にはなってきてますけれども、まあ、再生可能エネルギーを増やしていくっていう話はやっぱり、徐々になってたところで、私自身はどちらかというとこうエネルギーマネジメントとか系統関係のところを、まあ、メインにやってたところがあるので、どうやってそれをうまく活用していくんだろうっていうところに興味があったというところはあります。で、フィットでどんどん作ってくれる人はたくさんいたんですけど、この変動する電気が、まあ、増やしていこうというところはあるんですけど、増えていったらそれ使いこなすの結構大変なので、それを火力発電所等で調整するには、まあ、ドイツの例とかで言うと、火力で調整してると、やっぱり設備稼働率がどんどん落ちてくるので、回収ができなく、まあ、固定費の回収ができなくなって、倒産するような火力もあったりとか、まあ、そうすると電気代上げざるを得なくなる。ことで言うと、再エネが増えると電気代が上がるみたいなロジックになってしまうので、これはでも、それをそうさせないようにするには、まあ、安い調整力もいるし、再生可能エネルギーをうまく調整するのはバッテリーっていうのは、まあ、なんとなくですけども、思っていて、それがまあ電気自動車っていうのをうまく活用すれば、のバッテリーをうまく活用すれば、なんかこう安くできるのかななんて思っているので、もともとは再エネを増やしたいっていうところがあったんだと思いますね。なるほどな。ありがとうございます。はい、そこからその冒頭のご説明の中であった、その、みんなね、脱炭素しなきゃいけなくて EV 入れるけど、なかなか使わないよねみたいな。っていうのが実態で、それをこのレクシブさんにお願いすることになると、使うようになるというか、その ポイントというか、肝って、かなりいくつか事例をもとにご説明いただいたと思うんですけど、どのあたりになるんでしょうかね。そうですね。ちょっと我々の独特なところが、スマートチャージっていう言葉でちょっとご説明したところがありまして、まず使いたいと思っている時間帯に、自分が使う消費電力量ですよね。ガソリンの消費、まあ、あれと一緒で、どれだけ電気を使ってその移動距離を、まあ、行くかっていうところだと思うんですけど、その電気をどれだけちゃんと充電されてるかっていうことが結構重要だと思う、考えていて、例えば、A というところに営業に行きたいんだけれども、なんか借りたら全然電気が溜まってなくて、途中で充電しなきゃいけない。途中で充電するにも1時間かかる。営業に間に合わないみたいな、そういうオチがあると、もう絶対に EV 使いたくないってなると思う。なるほど、なるほど。はい。そこがやっぱりポイントなんですかね、ユーザーサイドからすると、その不安。あ、そうですね、利用サイドからすると、多分そういうところはあると思います。まずそもそも距離ないんじゃないかとか、
ちゃんと溜まってるのかどうか、行ったらなんか溜まってなかったら、そこから充電するのにすごい時間かかるから、全部の工程狂っちゃうとか、そういうやっぱり充電マネジメントっていうのは今までやっぱりなかったと思うんですよね。行ってみてどうか。ガソリン車っていう行ってみてなかったら、まあガソリンスタンドにいて5分10分で入れればいいやっていう感覚のままいると、やっぱりそういうことが起こった時に電気自動車なんてやっぱりダメだよねってなるというふうにやっぱり思うんですね。私も EV のユーザーとしてはやっぱり思いますよね。なるほど。だとするとあれですかね、もともとのその自治体さんとか地域のニーズとしては再エネに取り組まねばならぬので、EV は入れたい、入れてみたところなかなか使わないからレキシブさんにお願いしようってなるのか、どういう入りが多いんですか、その自治体地域のニーズとかペインとして一番大きくて、もうじゃあ一緒にやりましょうってなっていく一番の刺さりポイントって何なんですか？我々に多分ご相談が来るのって、多分 EV を入れたことがある人たちの方が多分、あ、そうなんですね、一回困ったことがあるみたいな入れたけどなんか困っちゃったな、こういう困りごとがあるっていうのを運用サイドで困った時には我々のシステムというのが活用いただけるかなと思うんですけども、多くの人がまだ EV を導入したことがあまりないっていう方がまだ多分今のところ多いと思うんですよね。そういったところで言うと、車の話は車のこれまで、例えばリースで購入したり、リースで買ったり、直接ディーラーで買ったりとかって、いろいろあると思うんですけど、車のことはやっぱり車の人に聞けっていうのは、普通そっちにそうなると思うんですけど、じゃあ車は分かったと。そうすると今度充電ってどうしたらいいのとかっていう話になるので、そういう時にどちらかというと我々車屋さんというよりはエネルギー、充電とかエネルギーサイドの方の専門の会社なので、じゃあこういうふうに車を使うんだったらこういう出力のものがいいですよ。で、よくあるのが急速充電入れればいいんだっていうような感じになったりするんですよ。早いからいいんじゃないか。でそういうのは利用形態とかに合わせて、当然なら急速充電器高いですし電気代も上がってしまうので、A さんの場合だとこういう充電器でやるので十分だとか、これぐらいの設備投資で、電気代もこれぐらい、契約電力もこれぐらいに抑えておくことでも十分ですよとか、うんうん、こういう、なんでしょう、電気、設備、あるいは契約関係の設計とか、そういう部分も含めて我々お手伝いさせていただいて、で、実際導入して、車をうまくこう使っていただけるように流れていけばいいなというふうには思うので、導入したことない方はそういうご相談があるかもしれないですね。なるほど。なんかここはどうなるの、あそこはどうなるのって思っていくうちに社長のスライドどんどん説明が出てきてですね、あ、ここまでやってるのかみたいなのが最終的にトータルソリューション、トータルパッケージみたいになってるところが御社の強みなんだろうなとか思いながら、もうすごい安心感がありますよね。全てお任せできる、出来上がってるよねお任せしていただけるっていうところは目指してはいるんですけども、どうしても電気の中のことはね、はい、これまではそういうケースが多かったかもしれないですけど、今後まさに自治体がゼロカーボンの宣言をまた多くの自治体がやられてて、またスマートシティという取り組みの中でいろんな社会課題を同時に解くみたいなことを考える部署が出来上がってきているので、そうなるとまさにこのソリューションというかこのトータルのパッケージっていうのがなんか一気に花開くような気がしますよね。そうですね、そのうち多分電気自動車を購入するときは何でしょう、電力会社にご相談に行くっていうこともあるかもしれないですね。入口が、はい、電気のことの方が多かったりするんですよね、ポリューム。なるほど。はい、土屋さんからは何かご質問いいですか？今ちょっと本当に、これ感想っていうかあれですけど、おっしゃるようにこの何ですかね、本件に限らずなんでしょうけど、やっぱり新しい中こうソリューションが出てきたときに、こう従来の発想の延長で考えるんじゃなくて、ちょっと発想の転換が必要っていうのがすごい僕聞いてて気づきですね。先ほどの話じゃないですけど、ガソリン車を乗り換えるっていう発想じゃなくて、スマホなんだと、これはスマホと同じなんだっていう発想みたいなところって、まさにその通りだなと思うし、この世の中でこうやっぱりね、シェアリングもサービスというエコノミーっていうのがどんどん広がってきてて、いろんなものの組み合わせでこういろんなこう解決課題がなんていうんですかね、の解がこう解けてきて、最後 の絵にあるようにですね、これ一粒で2度も3度も4度も美味しいようなこう仕組みが出来上がるというのはすごいなと思ったところですね。これは感想で、質問は他の皆さんからもあったと思いますが、これってどれ
ぐらいの数が、まあ、例えば、まあ、人口規模とか地域によるんでしょうけど、本当に、まあね、1台2台あの 試験的に入るのもあの意味ある、まあ、まずはそこからなんですが、どれぐらい入るとこう事業として採算に乗ったり、本当に目に見えた効果としてこう訴求できるような規模になるのかなっていうところのなんか見通し、目どちみたいなのってあるんですか？事業ってカーシェアの事業って意味で、カーシェアなり、はい、エリアでってことでいいんですよね。エリアで例えば、うん、そうですね、まあ、エネルギーマネジメントで我々があの今目指している形としては、あの何でしょう、バーチャルパワープラントの事業っていうのを一つ、まあ、エリアで電気自動車を束ねていって、大きな、まあ、仮想的な蓄電池とみなしてそれを制御していくという、まあ、事業になりますけども、これだと今目指している姿としては1万台制御できるというところをまずあの目標に今進めているところですね、はい、1万台っていうとどのぐらいのなんか人口とかわかんないです、都市とかなそうですね、1万台小田原市でですね、8万何万台だったかな、車自体は結構あの地方に行くと1人一家に2台っていうところもやっぱり多いので、それがまあどう電動化するかとか、ね、そうですね、1万台っていうのは全体からするとそんなに大したそんなに大したことないですね、なるほどね、あの全体からするとですね、ガソリン車も含めて全体で言うと、うん、電気自動車自体はまだ10万台強ぐらいしか多分出てないと思うので、多分ね、これからもうあの自家所有の時代からね、まあ、まさにシェアリングというか利用の時代に変わっていくので、そういう意味でもあれですよね、そうですね、はい、そういうの、まあ、台数の最適化みたいなところですね、あの結構 1家に2台持ってますけど、1台はあまり動いてないから本来カーシェアの方が良かったりするかもしれないですし、はい、まあ、そこはあの、はい、土地の駐車場代とかいろんなものの絡みで経済的にどうかというのはまあありますし、うんうん、結構場所場所によってカーシェアがあの行けるところも行けないところもやっぱりありますしね、これはあの一概に全てがカーシェアで解決するわけではないんですけども、はい、なるほど、ありがとうございます。ではちょっとそうですね、ちょっと今日質問がたくさんなのでえ、すみません、はい、多分一番最初がこ、はい、この方でいいのかな、電気で充電して電池で暖房しながら寒冷地を走るのが本当にエコなのかなってこういうコメントですねこれはまあ感想というか、はい、そうですね、電気自動車は暖房が結構食うんですよね、やっぱり寒い時に性能を発揮しないのは技術的課題だと思っていて、私は再生可能で充電していればまあそれはいいんじゃないかなと思ってますけど、化石燃料で充電して、やるのはエコじゃないっていうのは私もそんな感じはしますし、ものすごい電気を消費するんですよね、暖房は。なのでかなり一気に減ります電気ですね、はい、はい、このあたりの課題はまだまだあるということですね。そうですね、あ、まあ、そうですね、課題はかなりあると思いますね、はい、電費がすごく下がりますね。はい、原さんですかね、カーシェアの充電の電気料金はどこが負担するモデルになっているのでしょうか。はい、小田原の事例で言いますと、私どもカーシェアリング事業者で、カーシェアリング事業者が、電気代を負担しています。あの全部込み込みの、 あの、ね、料金にしてますので、はい、そうですね、小田原市役所に置いてあったら小田原市役所から充電をさせてもらうんですけども、その充電した分は小田原市にこう電気代は戻しているという感じになるので、我々が負担しているという形にしています。じゃあ利用料の中にそれは、まあ、そうです、利用料の中に電気代込み込みという形に回していますね。はい、はい、続いて妻谷さん、車1台を作り出すための使用炭素量の差はどれくらいなので、差はどのくらいなのでしょうか。ガソリン車よりシンプルな構造なので、生産量がある程度増えると生産コストはさらに下がり、使用炭素量も減るかなと想像しました。質問です、蓄電池に共通の規格はあるのでしょうか、規格が各メーカーでバラバラでは普通普及が難しいのではと感じましたということです。はい、そうですね、あの電池を作るとこ の電力結構使うみたいなので、日本の今の電源構成で大量に作ると、やっぱりライフサイクルアセスメントで考えると、まだ電気自動車が CO2 出すよねっていうことは言われてるかなと思うんですけど、やっぱり再生可能エネルギー増やしていかないといけないよねっていうのは、まあこれトヨタ自動車のトヨタ社長も多分同じこと言ってると思うんですけど、それは多分そうなんだろうなと思うので、ライフサイクルアセスメントでちゃんと考えるっていうのは結構大切かなと僕は思っています。はい。
え、おっしゃる通り、構造はものすごくシンプルなので、部品点数も多分10分の1ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思いますので、非常に、なんでしょう、組み上げるだけに、まあ、だけっていうとあれですけど、まあ、そこには結構いろいろノウハウ元であるんですけれども、簡単には当然できないんですけれども、比較論で言うと、かなり減るというふうには思いますと。で、電池の共通の規格はですね、ちょっと、私ここまでは詳しくは分からないんですけれども、結構どうですよね、充電のところの規格は統一されつつあるかな、まあ、ちょっと海外と日本の急速充電の規格違ったりはするんですけれどもね、つまりちょっと蓄電池のところの規格はちょっと詳しくすいません、存じ上げないですね。はい、ありがとうございます。これ多分あれですよね、蓄電池をその何でしたっけ、 VPP として使っていくみたいな、活用の時に規格がバラバラでだとなんかもうないのかっていうことかなと思います。ビジネスプロトコルのルールとしては多分調整力市場とか市場取引のところではルールが統一のルールが、まあ、ありますね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。続いてです、小田原の先進事例素晴らしいと思います。参加についての質問です。各 EV 車を事業として登録し、会員制になるのでしょうか。会員制の場合の費用は月額固定などとなるのでしょうか。また参加者はすべて V2H っていいんですか、を必須としているのでしょうか。はい、ですね、法人の場合は法人契約というのをさせていただいて、例えば小田原市の事例ということで、平日昼間帯は小田原市専用という形になると、そこは小田原市の職員の方が登録をして、その方しか使えない形になるので、一般の人からだともう予約されていて使えないようになってます。で、ある時間、ある曜日になると、解放されて、一応その一般会員という登録もできるようになってますので、そちらの方は利用できる形になります。で、まあ、完全にオープンの、EV のシェアリングのところは、いつでも使えるという形なので、まあ、それは一般の会員登録をしていただく、個人会員登録をしていただく形になりますね。はい。で、まあ、会員制というところで月額固定かというと、法人の方は結構固定にさせていただいています。もう、専用ですね。月から金曜日、何時から何時までも専用利用なので、ここはもう固定料金をいただくという形にしてますけれども、一般の方々は利用した、時間に応じてという形が、になっておりますと。で、参加者はすべて V2H、まあ、V2H、が、まあ、マストではないですね。はい、続いて藤田さんですね。VPP サービスの収益規模はどれほど見込んでいますでしょうか。またどのようなスキームで VPP によるマネタイズを想定されていますでしょうかという質問です。そうですね、 VPP 調整力をまあ販売するというところの、まあ、売り先という意味で言うと、まず一つは電力会社さん、まあ、系統運用者の方々がまあ調整力を調達しますというところの一つ、まあ、これは調整力市場を介してというところがあるかなと思いますし、あとは電力の小売事業者が、例えば容量市場から容量を調達するとかですね、まあそういうことも考えられるでしょうし、あとインバランスの調整ですね、まあ、結核値に対してブレた時の調整というところもまあ、あるかなというふうに思いますので、どういったところに調整力を出していくかというのは、いろいろ何でしょう、相手方の方がいらっしゃって、それに応じてこう価格が変わっていくかなと思いますけど、まあ、調整力市場のところは今調整力公募という形で公募で調達をされているの価格仕様としても出てたりはしますので、そうですね、まあこれから再生可能エネルギーが増えていくと調整力の価値というのは上がってくるかなとは思うんですけども、まあ、年間キロワット代で5000円から1万円、1万2000円とかまで増えればまあいいかなと思います。それが1キロワットの容量に対してかかる単価。ちょっとブレがありますし、まだちょっと、まあ、それぐらいのレンジになるかなと思いますし、まあ、海外だともうちょっと高かったりするところもあるんですけれども、あとはどれだけこう早く調整できるか、周波数調整とかって、まあ、秒単位で調整するものとか、まあ、3時間とか、まあ、そういう、まあ、少しこう難易度によっても変わってくるので、で、まあ、電池の特性からすると周波数調整とかっていうのもまあ結構対応できるかなと思うので、そういうちょっと周波数制御みたいなところを、EV のバッテリーでやるという実証試験は、経産省の事業でもや実証事業をやらせていただいているような感じで、それにキロワット台数がまあ増えれば、その分だけ、ということなので、まあ、1万台かける、例えば、さっきの1万円かけていただくと事業規模、でそれを車の所有者からとこう、まあ、ちょっと折半するような感じかな、まあ、いくらこう
で、まあ、3割を、なんでしょう、利益を分配するのか、ちょっと分配の方法というのはいろいろこれからあるかなと思いますけれども、仕組みとしてはそういう気になるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いてです。消費電力量の予測はどのようにされるのでしょうか。目的地を予約時に入力するなどするんでしょうか。ですね、これはですね、予約していただいた方の時間とか、いろいろからですね、データが今溜まってきているので、基本的にまあ AI 予測みたいな形で、まあ、データが溜まってこないとちょっと精度が上がってこないかなというところはありますけれども、そういうことで機械学習していく感じになります。データ自体は社債機から取ってますので、データ自体はずっと溜まっていきますので、利用者さんが何時から何時まで借りて、どれだけの消費電力が消費されたというデータはずっと溜まっておりますので、そういうのをまあ分析していく形になるかなと思います。じゃあ今後どんどん予測精度が上がっていくということですね。はずなんですけどもね。なるほど。はい、続いてです。ピークシフトについて契約電力が上がらないように充電をずらすということだけではなく、充電をずらして元々の契約電力を減らすというような事例もあるのでしょうか。ですね、元々のところを減らすっていうのは放電機能がついている場合は可能かもしれないですけども、これが結構難しくてですね、ちょうどそのデマンドオーバーするときに車が出払ってましたっていうときには放電ができないので、そこのですね部分が結構難しいなと。でこれをコミットするのは結構難しくてですね、まあ、営業に行きたいんだけど車今日はエネマネするんで使わないでくれみたいな許容されるかっていうと、これなかなか難しくて、やっぱりどうしても車利用が優先で、エネルギーマネジメントがサブ機能になる、どうしてもならざるを得ないのかなというところはまあありますので、理論的にはできるとは思いますけど、社会実装上できるかどうか、ビジネス上できるかどうかっていうのは結構検証とかいろいろデータ貯めていかないと、なかなか。なんかでも、はい、もしかしたらいずれカルチャーが変わって、いや、営業者行かない、こっちの方が重要だよみたいな。そう、常識が変わることも、はい、変わってきちゃうかもしれない。もあるかもしれないですね。はい。はい、停車時の EV 価値利用により再エネを増やす。まあ、これなんかコメントですかね。はい、導入時にカスタマーにメリットがあるようにシステムをカスタマイズしてくれるのって素晴らしいですよね。セミクローズ型の提供時にはマッチングサービスも提供されるのでしょうか。そうですね、マッチングのところまではまだちょっとできてないですけれども、なんでしょう、地元にカーシェア事業者が必要ですよというところで、我々のまあ提携のカーシェア事業者は全国で一応できる方々もいらっしゃるので、まあ、ご紹介をしたりということもまあできますし、はい、ちょっと営業はサポートはさせていただいてます。どういうふうに、まあ、営業したりとか、あとはカーシェアポテンシャルがどうなのか、人口動態とかですね、人の動きとかって結構重要になってくるので、どこに出店するとどれだけこう収益が上げられそうかとかっていうのは、コンサルティングをさせていただいて、データ分析なんかもさせていただくという、事業コンサル側も実はやっておりますので、なるほど。はい、ちょっとシステム提供会社っていう位置づけよりは、ちょっとコンサルティングプラスシステムみたいな、まあ、感じでしょうかね。はい、今、ちなみに社員数ってどのぐらいいらっしゃるんですか？結構大変ですね。そうですね、まあ、開発のメンバーが一番多いんですけれども、まだ、はい、社員数でいうと、でも19、20名ちょっとぐらいですかね。すごい、素晴らしい、大変。はい、まあ、業務委託をしている部分もあります。なるほど、なるほど。総勢は30ぐらいいると思います。はい。はい、続いてです。停車時の EV 価値、あれ？価値利用により再エネを増やす構想は大変共感できるコンセプトと感じました。一方で EV の電池容量はそこまで大きくなく、VPP としても少なく感じますが、台数がまとまれば企業は大きくできるという考えでしょうか。まあ、先ほどちょっとご紹介をしておこうかな。ね、そうですね、EV の多分台数自体はかなり増えていくはずだというところで、まあ、制御可能な状態の EV がどれだけ増えるかというのがもうポイントになると思いますので、まあ、おっしゃる通りで台数がポイントかなと思います。1万台ぐらいってことですね。まあ、そうです。1万台ができるとちょっと見栄えが、まあ、今6キロワットで充電してるので、単純に1万かけると6万キロワット、この発電所を作るコストよりは圧倒的に安いはずなんですよね。そうですよね、いろんなね、利用がね、はい、あ、そう、なるほど。はい、でこれがもう10倍になると60万キロワットなので、まあ、大きな火力1基分ぐらいになってきますので。あ、そう考えるとなんか、そう、すごいですよね。はい、なるほど。
はい、感想で送電経路の問題を日本で解決しつつ EV を推進するには本日の事例のような仕組みが良いですね。欧州のように経路が地域ごとに再エネとバックアップ電源との協調が難しい日本では地産地消がいいですねという感想です。そうですね。はい、続いて導入を検討しているユーザーに対してエレキシブさんからアプローチする際に金銭的メリットはどのように提示されておりますでしょうか。納入台数が何台以上で何パーセント以上の稼働率足すいくらかの補助金を加味して何年後に黒字転換できるなど開示できる範囲で教えていただきたいです。また補助金が全くなくなった場合は導入コストが高く運用によって得られる収益だけでは黒字化は難しいのでしょうか。かなり突っ込んだご質問いただきました。これはカーシェアのイメージでよろしいでしょうかね。とちょっとパターンがいろいろあるかなと思うんですけど、まあ、カーシェア事業をしたい場合っていうのは単純に EV を導入したい、まあ、EV を導入するということは、まあ、事業でやるわけではまあないというところはありますので2つありますけど、まあ、カーシェアというところで、事業で言いますと、まあ、導入台数はですね、まあ、固定費もかかりますのでカーシェアの場合はですね、今は数十台以上は、まあ、必要かなとは思ってます。まあ、30台とかでは。その場合ですね、我々からシステム提供させていただく場合って2つ、まあ、フランチャイズでもライトにほとんど、まあ、開発費かけずにやるパターンもありますし、まあ、本当独自ブランドを開発したい、ちょっとご紹介しなかったんですけども、我々今中国電力さんで大手の電力会社さんに、我々のシステムを提供させていただいて、業務提供させてやってるんですけど、いただいてやってるんですけども、はい、彼らはですね EV という独自の中国電力さんのカーシェアブランドを立ち上げてまして、その場合はもうちょっと開発費等も、まあ、ちょっとかかるかなっていう、その場合はですねやっぱり大々的にこう数をたくさんやっていくっていう、まあ、前提があると、まあ、そういう投資もできてきたりするのかなとは思いますけど、やり方は2つございまして、まあ、地域密着で、まあ、数十台単位でやっていくっていう形だと、まあ、我々のもう今のありものをこうご利用いただいて投資をかけずにやるっていうパターンもまあいいかなと思いますと。なるほど。で稼働率はですねできれば 20% は取りたい、まあ、24時間のうちの 20% の1日平均、4、5時間動くと、結構利益は出るかな、まあ、ここは結構大変なところはあります。なので、結構マーケティングとかの活動が結構重要になってくるかなというふうには思います。で補助金はまあある分をまあ活用して、今だ と、カーシェアリング事業をやる場合は、先ほどの、まあ100万がまあ出るんであれば100万。結構大きいと思うんですよね。でこれは軽自動車とかに限らず100万出るので、軽自動車が今だいたい200万ぐらいでなるんじゃないかと言われてますので、100万入るとまあ結構安いですよね。うん、200万だとして100万入ると100万の EV が手に入るということでいうと、まあ、走行距離が今170キロぐらいと確か出てたと思いますので、まあ、そういうものを使って、まあ、カーシェアリング事業をやる、まあ、そうするとでも1時間単位あたりの単価そんな取れなかったりするので軽の場合とかだそうですね。まあ、一つ目安としては 20% を超えてくると、まあ、結構いい事業になるんじゃないかなとも思いますと。はい、はい、ありがとうございます。まあ、詳しくはまた改めてぜひお寄せいただければということで、はい、EV のみですとなかなか普及に時間がかかるため EV リースという形で広がりそうですが、リース単体でビジネスになると思われますか。自治体や新電力会社とのコンビが前提になりますかというご質問です。EV のリースでも十分事業としてはあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、リース料理をまあ収益としてっていうビジネスがあると思います。結構やっぱり数が必要かなとはやっぱり思いますね。ちょろちょろっと出ただけだと、やっぱりその金利分っていうところにはなりますので、そんなにこう今、金利税が高いわけではやっぱりないので、そういう意味で EV リースだけっていうところで言うと、まあ、数をやる。で、あとはどうしても EV リースにプラスして充電器の話とか絶対出てきますので、まあ、充電器もリースしたりとか、まあ、工事設計っていうところも含めて出てきますので、そういうところも重要になってくるかなと思いますので、車だけリースで EV だけくださいっていう人多分あんまりいなくて、どうぞ充電器どうするのかねっていう相談も多分来るとは思いますので、そういうのをまとめてやれるといいかなと思いますね。はい、続いてです。所有からシェアの流れとして EV のカーシェアに取り組まれていて素晴らしいと思います。一方で所有から利用の流れの中で EV のオペレーティングリースに取り組むという意向はあるのでしょうか。
そうですね。私どもが直接ちょっと今、まあ、ベンチャー企業というところでもありますので、リース、まあ、アセットビジネスというところで、なかなか、難しいところもありますけど、まあ、オペレーティングリースということで、まあ、サブスクに近いモデルのことなんでしょうかね。結構そういう新しいモデルが出てくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと我々体力的に難しいところはあるかもしれませんけれども、まあ、我々の、資本業務提携先にオートリース会社さんもございますので、そうした方々と、はい。これからできるかもしれないなというふうに思います。はい、まだまだたくさんありますので、どんどん行きましょう。最も EV 化に適した環境とは一番大事な要素は何だと思われますか？適した環境、外部要因っていうことですかね。気候っていう意味で言うと寒いところはやっぱり厳しい、あんまり性能が出ないかなと思うので、北海道とかだと、電池の性能が出ないんですよね、リチウムイオンバッテリーと。そういうところは、まあ、どうでしょう。まあ、技術革新はいるのかなとは思うところはありますし、そういう意味合いでしょうかね、これは。EV 化に適した環境。EV 化に適した環境。多分、再エネが得やすいとか、そういうこと。そうですね、再エネが多いところはやっぱり、はい、例えば面白いなと思うのは、例えば離島とかも結構面白いかなと思って、結構際立つじゃないですか。はい、離島だとでディーゼル発電で結構電力会社とも赤字でやってたりして、そこを再生可能エネルギーアイランドみたいなした時の調整をどうするのっていう、まあ、課題は 100% 出ますので、そうですね、確かに再エネが進んでるっていうのがね、はい、そこでいろいろ課題抱えてると、そこにね、うまく組み合わせればっていう。そうですね。なので、基本を再エネでやって、バックアップを、まあ、その発電、火力を潰す必要はないかなと思いますので、なるほど。っていう、まあ、考え方もあるかなというのは、まあ、ジャストアイデアですけど、はい、はい。はい。続いてです。自治体ではなく、法人さんからの問い合わせの場合は、どのようなニーズが背景にあるのでしょうか。経営トップの環境意識、コスト削減というと、あ、私もこれ聞きたいです。そうですね。法人さんの場合はですね、カーシェアしようっていうニーズあまりないですね。なので、純粋に EV を入れる。なので、ちょっと一番最初のお話の通りで、脱炭素、まあ、経営課題っていうところからすると、やっぱ経営トップが決めていくっていうケースがまだ多いのかなと思います。経済合理性で入れるかっていうと、もうちょっとバッテリー EV とガソリン車のグリッドパリティはもうちょっと先だろうなというふうには思っていまして、はい。まあ、そういった経済合理性で入れられるかっていうと、まあ、運用費は当然ながら安いんですよね。ガソリン代。まあ、ガソリン代税金が分あるので、その分をまあ、ちょっと考えたとしても、まあ、大体2分の1から3分の1ぐらいに燃料費は、電気の方が安くて、まあ、税金分がね、まあ、ありますけどもね。あとは、保険とか、あとメンテナンスが多分安いと思いますね。部品件数がないので、メンテしないんですよ、ほとんど。はい。なので、ワイパーのゴム変えるぐらいかな、みたいな、極端に言うとそれぐらいなので、メンテが多分だいぶ違ってくる。まあ、ちょっと今のは極端ですけども、メンテ費が違ってくるので、ランニングコストは圧倒的に電気自動車が買っていて、イニシャルコストが圧倒的に高いっていう感じだと思います。で、そこがギャップが埋まってくると、多分経済合理性が出てくるかなというふうには思いますね。今現状でいるよって言ってらっしゃる方々はやっぱじゃあ環境意識ってことなんですか。まずは多分、はい、脱炭素っていうところをやらなきゃいけないっていうところで言うと、はい、はい、まあ、やっぱり大手企業さんが数多いかなというふうには思いますね。また割合としては。なるほど。はい、まあ、どんどん進むんでしょうね、今ね。はい、CM でもね、トヨタ社長が先月ですあ、そう、トヨタさんが本気になれば変わるんじゃないかなという気もします、気がしますね。はい、続いて、ごめんなさい、私ちょっと分からん、あ、これかな。再エネが増えてくると、スマートチャージングのマネジメントも変わってくるのかと想像しました。それに合わせて充電パターンも変えていくという理解で良いでしょうか。すでに実例があるようでしたらご紹介いただければと思います。あ、そうですね。はい。昼間の太陽光が余ってくるケースって、これから増えてくると思うんですよね。太陽光は。まあ、キロワットどんどん積み上がってくると思います。昼間だけどんどんでかくなっていくので、例えば低負荷時に、まあ、土日ゴールデンウィークとか余ってくる。その場合に、吸っていく必要があると思いますので、今我々の方で実装しているのはですね、再生可能エネルギーの余剰電力予測っていうのを、まあ、かけてますと。で、例えば、まあ、逆調が発生する、建物で太陽光がついてて、電力負荷以上に発電するような場合ですね。まあ、そうすると余剰電力が発生するみたいな、まあ、電気予報みたいなのを実はかけてまして、まあ、翌日は余剰電力が発生しそうですと
いうふうに、なると、夜間充電を止めるんですよね、今度は。はい、で夜間充電を止めて、フルチャージを止めて、ちょっとお腹を空かせた状態で昼間まで持ってって、それを吸う。ただそこに車の利用用途があると、夜間充電を優先的にかけちゃうっていうロジックになっています。実際そういうような形でやっていますね。はい。はい、ありがとうございます。本モデルにおいては EV ステーションの普及などもポイントになってきますでしょうか。そうですね。こちらは、はい、EV ステーションの普及はですね、急速充電よりも基礎充電重要だっていう話をさせていただいて、基礎充電ができるところはありますし、私はマンション住まいだとなかなか基礎充電作れなかったりもするので、急速充電頼りになっちゃってますけども、都心だとあまり困らないかなっていう感じは、それはそれなりにやっぱり普及しているところもありますし、結構未だにただっていうところもあったりするんですよね。駐車場代だけみたいなところもあったり、いろんな、充電スポットはあったりしますので、そういうところとか、あと目的地充電ですね。そういったところの充電がもっと充実してくれるといいかな。今だともう昔に比べて、例えばカフェに入ると充電コンセントってあるじゃないですか、大体。はい。なので、お茶飲みながら、充電するっていうのが、10年前は多分当たり前じゃなかったと思うんですけど、今は結構当たり前だと思うんですよね。電気自動車がもっと増えてきたときに、例えばどっかに買い物に行ったときに、もう、充電プラがブワーッとあって、買い物してるときに充電しようかなみたいな感覚なので、だからね、スマホ感覚にこう変わってくるんじゃないかなと思うので、私は普通充電でもいいので、世の中にたくさん充電器があったらいいなと思いますけど、それでビジネス成り立つのかとかっていうのはね、検証は必要なんですけど。テレビ番組じゃないですけど、そういうサービスがどんどんできそうですね。はい。これ最後でしょうかね。EV に適した地域についての質問です。当面は生活に自動車必須の地方より、小田原のような人口密度、生活様式の地域から推進だと思います。ビジネスとしての今後についてのお考えで、離島というのが意外でした。過疎地でのビジネスの可能性についてお考えがありましたらお願いします。ということです。そうです。過疎地の問題は、車がないとやっぱり移動できないっていうところはあると思います。で、車持ってる人が当然地方の方が多くて、で、一方で人口が減ってるので、ガソリンスタンドがなくなってるっていう問題があるかなとは思うんですよね。なので、ガソリンスタンドまで行くのに10キロ行って、家に帰って10キロで20キロ消費してますみたいな。でも家に基礎充電がもしあるのであれば、基礎充電でやっていく。で、離島って言ったのはですね、移動距離範囲が すごい狭いんですよ、うんうん、ものすごくでかいわけじゃないので、毎日300キロ動くなんてことは ほとんどなくて、行っても縦20キロとか、沖縄でも本島縦100キロぐらいだと思うので、そういう意味で言うと、そんなに距離移動しないっていう前提だと EV はやっぱりガソリン車よりは距離出ませんので、そういう意味で言うと、十分使え、不便には感じないかなっていうところもあるかなとは思いますね。はい。なので、方が EV は逆に向くんじゃないかなとか、思ったりましょう。なるほどね。確かに。はい、たくさんご質問いただきました。ありがとうございました。で、少しちょっともう最後にしますけど、あれですね、先ほどお話の中で、その電力会社さんがカーシェアでシェアリング事業になっていくんじゃないかみたいなお話も出ていて、実際にもう提携もいろいろされているというお話だったんですけど、今後その御社としてこう提携したい、していきたいような業界とか事業者みたいなところって終わりだったりしますか？そうですね。我々、実際やらせていただいている、電力系の会社さんはそうですし、あとは、化石燃料やられているところだと、都市ガスさんとか。あ、なるほど。ガソリンスタンドさんとか、そうですね。石油関係やられている方々も多分、ガソリンスタンド自体は下がってますし、油の消費量自体はもう上がることはないというふうに言われて、もう右肩下がりになってきているので、そういう意味で新規事業ということで、ガソリンスタンド自体のあり方も変わってくるでしょうし、そういう意味で、電気自動車に取り組むという、必然性というか、もうすでにそういう戦略打ち出されている大手の企業さんたちもいらっしゃると思いますし、電気自動車を作られ始めている会社さんもいらっしゃると思いますしね、そういう意味で、そういう会社さんがまず積極的に電動化の事業に取り組まれるのかなと思いますし、これから今乗用車ですけども、バスだったりとか、あと配送車両の、大規模の距離を移動するトラックは多分水素になるんじゃないかなと個人的には思ってますけれども、はい、中型以下の、今コロナで配送も結構
かなり頻度が高いので、ラストワンマイルのところをどん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 こう EV 化から進んでいくんじゃないかなっていうところもありますので、そういったところも、そういう業界ともつながれたら非常にいいかなというふうには考えています。なるほど。ありがとうございます。はい、なんかあれですね、EV が増えれば増えるほど、御社が必要な存在であるということがよくわかりました。やっていただけるとありがたいなと思います。単にね、買えばいいってもんじゃないっていうか、ね。そうですね。本当ですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、質問も出尽くして、時間ももうちょっとすいません、予定より少しオーバーしておりますので、本日のウェビナーはこれで終了したいと思います。まあ、最後に社長、一言何か、もし視聴者の皆様、メッセージございましたら、コメントいただいて終了とさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。このような機会いただきまして、ありがとうございます。でまさに、まあ、今年多分 EV 元年というふうに、まあ、言われているような年でもありますので、これからどんどんEV の、普及もしてくるかなと思います。まあ、それでいろいろと課題も出てくるかなと思いますので、ぜひ、まあ、何かございましたら、お困りごと等でもありましたらですね、お声がけいただければなと思いますし、まあ、何かお役に立てればなと思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日、レクシブの渡辺社長様、貴重なお話いただきまして誠にありがとうございました。それから杉原さんもありがとうございました。ありがとうございました。これでありがとうございました。最後に事務局の方からですね、簡単に今後のウェビナーのご案内1分だけさせていただいて終了とさせていただきます。はい。今日ご視聴いただいた皆様にはですね、この後アンケートが自動配信されますのでご協力お願いしたいと思います。それから今後の予定でございますですね、今週はあと金曜日に、横浜のですね、横浜未来機構という取り組みですね、イノベーションのプラットフォームについてご紹介いただきます。来週以降もですね、ご視聴にお示ししていますようにいろんなテーマ取り上げてですね、スタートアップシリーズもございますし、グローバルな海外のスタートアップのご紹介ともございますので、ぜひお申し込みいただければというふうに思います。私どもの活動のご紹介等はもう今日は省略させていただきます。ぜひ今後もですね、継続的に情報を欲しいって方はですね、こちらの私どもの PTX YouTube、それから Twitter、Facebook 等でですね、つながっていただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは本日もご視聴いただきまして皆さんありがとうございました。今日はどうも本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。